はい、こんにちは。今日はストレスの話をしていきます。仕事を辞めると年を取る老害の闇っていう、今日はちょっとコラム的な話をしていきます。ちょっとね、気になるコラムの記事があったので、それを抜粋して個人的な所感っていうのを交えながら話をしていこうかなと思います。これはとある定年退職を間近に迎えた初老の段先に早期退職をした友人を見て思ったっていう記事なんですけど、仕事を辞めた後人はどうなっていくかっていう話なんですが、1年くらいは早期退職をした友人っていうのは、楽しく生きてたそうなんですよ。これまでできなかった趣味に没頭したりとか、行きたかったところに行ったりとかっていう風にすごく生き生きとしていたそうなんですね。ところが2年目くらいからもうやることやっちゃったし暇だなって思って、寝ていろんなこう知識をこう情報拾ってくるようになったみたいなんですよ。で、その浅い知識を持って、いや、あいつのやり方はダメだとか、今のこう政治はこんなでダメだみたいな風にちょっと批判的な性格になり始めてきたそうなんですね。で、3年目を過ぎるとさらにその批判のレベルっていうのが増してきて、自分の体験や経験を元に、いや、俺が正しい、私が全てなんだっていう風に決めつける発言が増えてきたっていう話なんです。で、それをいわゆる旗から見たら老害と言われるような存在だっていう風にそのコラムの記事には書いてあったんですね。で、その人が書いているコラムの中の結論としては、人っていうのは仕事を辞めるとの話につながっていくので、今回は仕事を辞めるとだけではなくて、組織に属さなくなると人は年を取る、劣化してしまうんではないかっていう、ちょっと問いかけをした、そんな記事がありました。じゃあ私たちっていうのはその仕事を通してとか組織に属して何を学んできたのだろうかっていうことが追求していきたい話になります。よく言われるというか、もうずっと言われてきてると思うことだと思うんですけどね。これが皆さんが例えば60代の方とか50代60代の方が見てきたら、言われたことあるなと思うかもしれないですし、私たちのような10代20代の人たちも言われたことあるなって思う方もいるかもしれないんですけど、最近の若者はダメだと、俺が若い頃はって、うわー言われたことあるあるって、もう当然ありますし、もしかしたら言っちゃったことがある人もいるかもしれないです。はい。で、このよく聞く言葉とかっていうのは、実は古代エジプト時代からもうずっと言われてるんですよ。もう3000年も前から言われてるんですよ。なんならピラミッドの壁画に象形文字で、最近の若者は軟弱であるっていう風に書いてあるんですよね。はい。じゃあこれを聞くたびに、大人にはなりたくないなっていう風に当時の若者、今の若者っていうのは思うわけじゃないですか。こんなクソみたいなことしか言わないような大人に俺は絶対になれへんってかってみんな思うと思うんですよ。はい。ところが数千年もこれを繰り返されているってなんか不思議に思いません？ということで、とある一つの結論っぽいものが出たんじゃないかっていうことがあって、それは何かというと、これびっくりします。実は私たちは誰もが老害になりたがってるという願望を持ってるんじゃないかっていうことなんですよ。嘘つけって思いますよね。って思うですよ。僕も思いましたし、これを読みながらですね、いや、そんなわけないじゃんと思ったんですけど、少しちょっと強引に考えていくと、人間って本当にやりたくないことはやらないですし、なりたくない人になろうとしないじゃないですか。ところがそれでも数千年間も最近の若者はダメじゃって言い続けてきているっていうことは、やっぱり潜在意識として老害になろうという願望があるんじゃないかっていうことが言えるんですよ、見方を変えると。で、老害っていうのは見方を変えていくとある種我々の理想なんじゃないかと。はい。で、なんでかっていうと、老害の人たちってそうは人を批判して、逆に自分たちが何か言われても、そのなんか何倍返しってね、ちょっと前に流行ったやつあるじゃないですか、千倍返しだっていう風に、そんな風に自分が何を言われようが、そうじゃなくてお前たちがっていう風に他人の目を気にしないでズケ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 と自分の意見を言っていくような人たちですよね。だから他人の目を気にしなくてよくなった人間の行き着く先がそういう存在なんじゃないかっていうことなんですよ。はい。で、人っていうのは社会性が重要なわけなんですよね。だから我々は例えば会社員であれば、会社の周りの人たちの評価によって査定が決まって、給料が決まって、ボーナスが決まってってなりますし、学校のテストなんかっていうのも、自分がこれだけ勉強しましたっていうのも、他人が、要は先生が作ったテストによって評定が決まっていきますよね。学校のトータルの成績っていうのは試験だけじゃなくて、普段の学校の生活態度、これも先生が決めていくわけじゃないですか。
だからあの人はできるとかこの人はダメだとかっていうのは他人が決める、自分がいい人ですっていくら訴えたところでそれを決めるのは別の人たちになりますから、ここは残念ながら自分たちでどうこう訴えたとしてもひっくり返ることはないという話です。で、褒められると人って心理的にすごく満たされるんですよ、幸福度が高まっていくんですよ。だからそう言ってもらいたいんですよね。いくら人と関わるのが嫌だって言ってやっぱり褒められたら不愛想でも心の中ではよっしゃちょっと小さくガッツポーズよっしゃってガッツポーズしてるんですよ。はい。だから人から褒めてもらうためだったら、人から褒めてもらったらどんな人も頑張るんですよ。でそのためなら多少無茶なことをやったりとか人から言われたやりたくないことなんかでも引き受けて頑張るんですよね。ところが人の目を気にするってそうは言ってもやっぱり疲れるじゃないですか。はい。で評価されることってすっげー疲れると思うんですよ。だから人のことを気にしないで自分の好き勝手にやって なおかつそれでも評価されたいって、確かにごく一部の成功者の中には人に何と言われようが自分の好きなことをやってそれでも社会的地位を得てお金を儲けてたくさん贅沢ができたりとか自分の好きなことを突き進んでやっていくっていう人たちもいますけど、両方手に入れることっていうのはなかなか我々のような一般人の方々っていうのは難しいですよね。はい。で人のしがらみにもとらわれないで自由に生きていきたいと思っても話はそうシンプルにはいかないわけなんですよ。今までの話っていうのは自分がどう見られるかっていうことを中心に話をしたんですけど、今度は反対のことを考えると我々も誰かを評価してるんですよ。皆さんも評価してるんですよね。あの人はすごく気が利くとかあいつはズボラだとかっていう風に評価をしてるんですよ。だからそういう自分が評価され相手を評価することによって人の目を気にすることによってあるいは気にされることによって会社にいるから組織に属しているから学校にいるからこそ他人に何をしてほしいのかっていうのが態度とか関わりとか言葉の使い方とかで理解できるようになってくるんですね。はい。これ何が言いたいかっていうと、結局人って幸福度とか喜びの根本っていうのは人に何かをしてあげた時とか反対に何かをされた時に感じるものなんですよ。でこれっていうのは組織に属しているから会社にいるから学校にいるから仕事をしているから勉強をしているから学ぶことができるものなんですね。ところが反対に誰も相手にしてくれなくなりました、で相手が何をしてほしいのかっていうのもわからないし何をすれば喜ぶのかっていうのが感じられなくなっていくと、人の目を気にしないで良くなった人たちっていうのは人の評価もらえないから別に他人のためにどうこうするっていうことも考えなくなるし、もう自分の好き勝手、それこそ冒頭に話をしたような2年目3年目の早期退職した知人のようになっててしまうわけなんですよ。はい。もう自分がこう生きたいんだって決めたらもう他の人を蹴落としてでも他の人を批判してでも否定してでももうわしの生き方が正しいんだ、俺の生き方が正しいんだ、私の生き方が正しいんだっていう風になってってしまうっていうことなんです。ちょっとヒートアップしてきたので落ち着くと、まあこれってどういうところから人の目を気にするとかっていう話が来ているのかっていうのをちょっとドリルダウンをしていくと、もともと哺乳類っていうのは一匹一匹一人一人っていうのは力の弱い存在でした。だから恐竜とかみたいな大きくて力のある存在から逃げて生き延びていくためには一匹一匹が力をつけていくっていうことよりも社会性を身につけて仲間で強くなっていくっていう選択をしたんですよ。ところが敵は外だけじゃなくてその仲間内でもちょっとでもいい地位に行くためには組織の中で一体何をすればいいかっていう知恵を回転させていくことっていうのが求められるようになったんですね。でこの意識っていうのが自分がこう出世していくためっていうだけではなくてこの組織この仲間この家族がより良い生活をしていくためにはどういうふうに私は働きかけをしたらいいんだろうっていう良心を同時に芽生えさせる結果になったんですよ。だから我々が生物学的に子供を産んで育てたいっていう潜在的な意識がある一方でちょっとでも自分の子供にはいい思いをさせたいとかいい学校に行ってほしいいい人生を歩んでほしいっていう風にちょっと親が無理をしてでも子供のためにいろんなものを買ってあげたりいろんな経験をさせてあげたりっていうような働きっていうのが哺乳類にはあるわけなんですよね。だから
に特に人間なんかっていうのはもう20年近く一緒にいたりするんですよね。ところが人の目を気にせずにもう好きに生きてやろうと思った瞬間から、人としての良心っていうのはさよならって旅立ってしまって、たちまち老害が誕生してしまうわけなんですよね、はい、だから組織に属する会社とか、学校とか家族とかに属するっていうのは一見何の価値もない苦労ばかりするものだって思うことも確かにあると思うんですよ。特に学校なんかで僕もいじめを受けてきてたから分かるんですけど、いじめを受けてるような人たちっていうのはなんでわざわざクラスに行ってまでいじめを受けて将来役に立つのか何のかも分かんないような勉強っていうのはさせられて、でまた帰り道いじめられながら帰らなくちゃいけないんだっていうような、その往復に苦痛を感じながら生きている人たちも中にはいるかもしれないんですけれども、しかし、まあ、その組織っていうのがあるおかげであなたの心を将来的に豊かにしてくれると、要は相手を怒らせている原因は何なんだろうとか、相手を喜ばせている要因は何なんだろうっていうふうに考えさせてくれる、そういう組織っていうのが存在するんですよ。だからあなたが人から優しさを受けたいとか優しさを伝えたいって思うなら組織に属するっていうのが非常に大事なんですね。でそれを抜けてしまうから老害と言われるような人たちっていうのは育っていってしまうということなんですよ。だから今回老害っていう話をしましたけれども、年に関係なく人に対して批判的だったりとか攻撃的な人たちっていうのは残念ながらおそらくですけど組織に属した経験が少ないとか、属していたけれども仲間外れを食らっていた時間が長かったとかっていうような人たちが多いではないかなというふうに思います。だから語弊のある言い方かもしれないですけど、寂しい生き方をしてきた、人間関係に、富んだ生き方をしてきてないというような経験を積んできた人たちがそういう老害という存在になっていくかもしれませんので、だから老害ってなんて言うんでしょうね、急に老害になるんじゃなくてこう一直線で老害への道をたどっていってるっていう、まあ、傾向はおそらくもう若い頃から出てきてると思うんですよね。だからそういう意味で皆さん自身がそうならないためには人間関係っていうのをきちんと充実させて、しっかり組織に属してそこで施し返されるっていう経験をたくさん積んでください。そうすることによってあなた自身の幸福度とか健康っていうのは増していきますし、何よりも将来の特に人生の後半になっていくにつれてその人間関係っていうのは非常にあなたの人生において大きな役割を果たしてくれるようになりますから、逆にその組織から人間のしがらみは嫌だからって言って避け続けていってしまうとあなたの心がすさんでいってしまって、人に助けてほしい時に助けてもらえないし、相手に対して何をしたら喜んでくれるんだろうっていう相手を理解する心っていうのをどんどん、落ちていってしまいますから、そうならないためにも、組織っていうものをうまく活用していただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。